はいこんにちは漫画家ためになるラジオの時間です<ー>後藤ですよろしくですはい今日は難問に答えていきたいなと <laughs> な<ほ> <laughs> すごいですね難,難問って宣言してからお便りを紹介するって新しいパターンです、ねうん、でしょう うん、これしかもねワクワクしてる僕はこの難問に挑むことにそう,そういうそういうタイプの難問なんですね考えるのが楽しいタイプのこれみんなでもね悩んでると思うよもうセリフセリフですねセリフはいちょっとねセリフについてのご質問が、うん、いや嬉しいですよ僕は <laughs> こういう ね、こうみんなで深めてくれるような<ー>、ね、ご質問をいただけることが、うん、みんな僕の好きなタイプの質問が、うん、分かってきていただけているかもなるほどそんな気使ってまで出しますかねこのお便りは <laughs> <laughs> そういうものではないかな。もうちょっと先ですね、それ。ポッドキャストランキングとか入ってきたら、より読まれやすい質問が来るかもしれないですけど。<laughs> いいですね。はい、というわけで皆さん、これ、ポッドキャストでも聞けるので、<laughs> ぜひ、ポッドキャストでも聞いていただければと思っております。<laughs> うん、はい。じゃあね、もう早速いきますよ。はい、お願いします。匿名希望さんからのご質問をいただきまして。はい ありがとうございます。はい、えー、デビューを目指し漫画を描いているものです。ね、僕はキャラクターの自然なセリフを考えるのが苦手です。友達に見せた時にそうは言わないんじゃないと指摘されることが多いです。個人的には状況を伝えるべき情報セリフを短くする定見文みたいな人間らしくないことは言わせないなど意識してセリフを入れるのですが、違和感に感じられることが多いみたいです。うん また脇役で出てくる老人や神様などの実際には存在しないキャラは特にそれが出るみたいでなんか書き言葉みたいなことをしゃべってて気持ち悪いとさえ言われてしまいました。これでもねこういうこと言ってくれる人はマジでありがたい学者ですよ。<laughs> <laughs> <laughs> あんま言ってくれないからね面白いよとか言ってくれちゃうから <laughs> 気持ち悪いとまで言ってますかねでも気持ち悪い言えは違和感があって、うんね、なんかもやっとするってことなんだと思うんだけど、うん、そういうなんか感情ペースで伝えてくれる人はね実は結構いいんだよなとは思ってますねはい自分のしないような口調のキャラ ね、世代が離れている人異性架空の生き物のセリフはどうやったら違和感なく生み出せるようになるのでしょうかうね,ねどうする,るこれこれはいいよね <laughs> もうねどうやったら人は自然な言葉を喋れるのか、うん、ここについに切り込んでいく時が来たかと。<laughs> 不思議だよねまずさ分かるのはさ確かにこれ、うん、書き言葉ねにっぽいよっていうだからさこれってあれでしょ口語、うん、と文語文語だっけ口語、まあうんね、体文語体のねそのこはまず違うよねっていうことだよね。そ,ねそれはそうだわと思っていて。 テキスト上である、まあ、教科書とかに書いてあるような「何々である」とかね「うん、何々ですます」みたいなこととかあとは主語をちゃんとつけるよねあの文章の場合は「私はこうこうこうです」みたいな、うん、でも普通にしゃべってて今こうやって喋ってる時になんか僕はこう僕がこうやって喋ってる時にって「僕が」ってわざわざ言わなかったりとかしますよね 何をもってして皇后になっていくのみたいなことがまずあるよねとか。かな、うん、それとあとはもう一個多分論点になるのが説明ゼリフとかいうやつだよね。なんかつい状況を説明したくてこうなんか喋って今。 だろうなぁと思っていて、うん、ほら先生がやってくるぞみたいなさなんかあ先生やってくるんだみたいな <laughs> <laughs> みたいな,なんかこう状況を教えてくれる <laughs> <laughs> セリフねでそれは不自然なんじゃないのみたいなこともあるし で神様とかとかかがそ老人普段自分とちょっと離れたキャラクターの場合よりどうなるんだとかねどの論点から行くかですがはいまずはやっぱ話し言葉から言ってみるおうおう話し言葉にする必要がやっぱりあるんだとは思うんですよ確かにうん で僕も読んでていろんな人の漫画のネーム、うん、セリフ読んでるけど、うんうん、やっぱ確かにそうは言わないもっと人間ってラフな喋り方するんじゃないとかは思ったりとか、うん、あ,あとねよくよく出るのがうん,うんと具体人間の会話って結構具体的なんだよなと思ってて。 の今日午後カラオケ行かないとか、うん、よく漫画のセリフとかにあるんだけど、みんな実は今日午後カラオケ行かないなんてあんま言わないぜってよく観察すると、カラカン行こうぜとか、普通に固有名詞が出てくるんだよね、そこで。なんか、そういうところでのリアリティみたいなことも。 するしなんかだからやっぱ話し言葉ってシンプルに一つは省略なのかななんか丁寧ではないよね伝わる最低限の言葉で伝えるのかなどう思うよしきしその 本当に話し言葉で書いたら多分成立しないと思うんですよね、うん、あらゆるものが。そ,うだよね、そこだよね。そそ,そうそうなんですねだからその、うん、説明言葉、うんうん、になると思うんですよ、うん、どうしても。それこそやめろとかも言わないと思うんですよやめてほしい時 <laughs> やめてほしい時というかなんか攻撃を。 受けるとかよくね、うん、バトル漫画とかであるなんか人質的な人がやられそうな時にやめろとかって本当に言うみたいなところになると、うん、なんかもっと違うこと言わないっていうのがあるのでど,どうしたって説明にはなるっていう前提でじゃあ説明なんだけど。 説明言葉じゃないよってなるとやっぱ後藤さんが言ったようにどこ省略するるって話になともう説明台詞はさある程度は避けられないっていうのがあるよね、うん、そう説明しないとめちゃくちゃなんか逆にすごい長くなっちゃったりねうん。ね、まあだから、うん、ほ人 説明してるるセリフは多分全員許容すると思うんですよなんかスポーツ漫画でルール説明してたりとかうん,、うん、なんか軍事漫画とかで性能説明してたりとかは多分そういうのじゃないところで自然じゃないんじゃないみたいに言われちゃってるんじゃないかなと思いますけど。 いや面白いね、なんかさ漫画戦火っていうところをやってるんですけどいはい、はい、そこで、うん、あの、演出家の遠藤玉置さんの講義があったんだけど、うん、その中でさ映像を撮ったんだけどさなんかそのぼ僕が上司役でジュースを傾けてるんだけど、うん、そこを見てる2人の社員みたいな人がさ<い>その飲み物見ながら「あの中に毒が入ってるんですね」うん、みたいなセリフから入るんだよね。うんで そそ,それあの中に毒が入ってるんですねってめちゃくちゃ説明ゼリフじゃんそうですね <laughs> なんだけどでもさ、うん、やっぱもうそれ言わないとむ無理それ,それ以外でどうやってそのオレンジジュースに毒が入ってることをなんかあいつに毒飲ませてやろうと思ってる状況なのを伝えるっていうのに。 何ができるっていうともうそれしかもうまあねもちろんそのんかこう毒を入れるシーンとかを先に撮って、うん、そのまあね後藤さんが飲むシーンにつなげれば別ですけど、うん、毒を入れるシーンがいるかっていうと多分大体いらないと思うのでそ,う、ね、それだったらあそこに入れた毒をって。 えー、2>, 2行ぐらいのセリフで言わせた方が、えーえー。でもさここら辺がさ本当に繊細だよね。うん、あの中に毒が入ってるんですねっていうのかあのジュースに毒が入ってるんですねっていうのか、うん、ジュースまで言うとやっぱりもうどう考えても自然だったらまあでもギリギリ言うかみたいなところの掛け引き、うん かつさらにちょっと説明ぜ服ふっぽくなっていくのはさ、うん、きっとさあのジュースの中にどこにも検出されない毒が入ってるんですねみたいな感じで、うん、どんどん説明が長くなっていくと <laughs> こんなことまで言うみたいな感じで今度ちょっと受け入れがたくなっていくっていう。うんうんうん ね、だからやっぱり説明料なのかね一つはそうじゃないですかねな,なんかほらあの、うん、脚本だとその映像でできるだけ説明させたいからシーンを入れるとかしましょうねみたいな話になるじゃないですか。 基本はそうなんでしょうけど、漫画と映像ってまたちょっと違うじゃないですか。あ映像っていうのは実写の映像と漫画だと、何、うん、て言うんですかね、目の動きとかも、ね、うん、漫画で目の動きをコマで入れるとめちゃくちゃ意味のあるシーンになっちゃいますけど、うんうんね、ちょっと、ちょっとあ,あそこに毒入れたんだよなっていうので目で追いかけるぐらいのシーンは、 漫画だったら言葉で言っちゃった方が気楽に <laughs> 読めちゃうかなみたいな難しさがあるので。だよね。でもさまずだからさ気をつけるのが、うん、まあそのなるべく説明にならないようにギリギリせギリギリの説明までに落とすっていうこと。うん その次に何か問題になる部分って何が、うんうん、こう人間らしい言葉になっていくんだろうねむしろそこが大部分なのかなそれ以外にも何か要因あるかなうーんちょっとまあい,いつものごとくこの書いてくれた人の言葉を拾っちゃうんですけど友達に見せた時に は言わないんじゃないと指摘されることが多くってあるので、うん、なんかこの人に関しては説明方とかじゃなくって、うん、なんかもしかしたら本当に「そんなこと言う?」みたいなのが入っちゃってる可能性あななるほどあ,ありますよね。どいな なんか説明が多いときって気持ち悪いっていう前に説明多いよって、うん、あの気持ち悪いとまで言ってくれる人は多分言うと思うんですよ。うん、これ説明しすぎじゃない、うん、みたいな。そこではなく、うん、て、うん、あの、そうは言わねえんじゃねっていうふうに言われてますから、本当にずれてる可能性が。 なるほどな。じゃあ、どっちかっていうと、その場合か、感情表現とかの、感情の設計の方が、早すぎてついていけないとか、そういう問題もあるのかな。なんかありそうな。うーん、な、ふに読めますけど、ねきたな。なんかこの 質問者の方はもう自分では状況とか伝えるべき情報とか、うん、セリフを短くするとか定型文みたいなことは言わせないというのを意識してやってるけど、うん、やっぱそれでも違和感があるよみたいに言われちゃうんですよね、うん、っていうのが前半なので、うん、なんかもし後藤さんがおっしゃったように、うん、その最後は最後はそういう感情になるっていう前提でなんか。 早,い早すぎるというか呼んでる人がな,なんで今この人これ言ったの、うん、ってなってる可能性は。そうだよね。なんか感情を一個飛ばすとうん、うん、飛ばしちゃうと受け入れがたくなるよなとは思っているんですよね。 そうじゃあどう,どういう具体例難しいんだよななんかちょっと前試しに話してみると僕昨日ぐらい打ち合わせしてたのが、うん、それこそ江上さんと一緒にやってる鉄道漫画なんだけど、うん、最後女の子が「私ここにいていいのかな?」 みたいなセリフを言うのがちょっと早く感じてだからその私ここにいていいのかなっていうのを思うためにはまずなんかその結構ちょっとその子がここにみんなに必要とされてないからここにいちゃいけないんじゃないかって思っているっていう前提がまず必要でとそれを飛ばしてそれを書かないまま私ここでいていいのかなっていうと急に <laughs> え何言い出したみたいな。そうですね、そうですね。うん、<laughs> それは、それはなんかめちゃくちゃある気がしますね。<laughs> うん。そうなんだよね。それでちょっと受け取りにくいかもみたいな話がちょうど出たんだよね。うん、何らかの感情を飛ばしたんだよね、<ー>それはっていうことだとうん。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 なん。かだからそれがいかに自然な言葉であっても。 うん、その一個前の気持ちとかがちゃんと考えて、うん、その思考の流れがあるから、ね、みんながみんな,にもみんながいなくなっちゃった私がみんなにも求められてないんじゃないかなと思ってすねた、うん、でなんだけどちょっとそんなこともないのかなってちょっと誤解が少し解けてであやっぱり私ってまだここにいていいのかな。 っていう、そういう思考の流れがあっての私、ここにいていいのかな、まだっていうことなんだと思うんだけど、うんうん、ここまで聞けば、あ,あそういう言葉言いそうっていうのはあるんだけど、前段3つぐらい飛ばせて、私、まだここにいていいのかなっていうと、なになに、何何急になにっていう、<laughs> <laughs> なっちゃうよねっていうのがうん、うん、あるから、 ねえ特に漫画って思考の流れがあるからね主人公がこういうことを望んでてこういうことを望んで進んでたのにそのことちょっとすっ飛ばして次のさっきまでこう思ってたのに、うん、これを望んでたのにそれどうなったのみたいなのが分かんないままセリフ出てくるやっぱ戸惑うからねうんこ、うん、ういう状況になってるのかなでもなってたところでさ だローンってむずいよね、自然なセリフ本当にだからセリフの自然さなのか、うんうん、それともセリフは全く同じなんだけど、うんその、そこへの持ってき方がちょっと問題なのかっていうのは、まあ、読んでないから、なんとも言えないよね、うんで、意外と判断つきにくいかもしれないな。そうですねまあ だから今言ったその、ね「ここここにいていいのか」みたいな系のやつって、うん、多分それ単体で意味が本当に通じないセリフだったら、うん、なんか分かりやすく「こっちがくない?」って呼んだ方も思うと思うんですけど。うん なんて言うんですかねここにいていいんだとかここにいちゃいけないと思ってたとかってなんかそ,それはそれで意味が通じちゃうじゃないですかそのうん、うん、書きたい意とかは別として日本語として通じちゃうし、うん、なんかその日本語が持つイメージを読む側がそれなりに持ってるとなんかあの 飛んだなって思うのは後藤さんとかが編集者なので思うだけで、うん、もうストレートにこれを読んでどう思うかって言われたら、うん、なこっち気持ち悪いって思うって <laughs> <laughs> なりそうだなっていうのは <laughs> あの今の後藤さんの例のセリフが入ってたら思いそうだなとは思います、うん、そうだよねなんかちょっとそ,それ説あるよねそれ <laughs> うん飛、うん、<laughs> ん,ん,んでませんか説ね飛んでませんか説ねうん、うんたた ですけど日本語が破綻してるような意味でのおかしなことを書いてる方ではないんじゃないかしらというのがあるのでなんかねそうだよねこのさご質問のお便りのさこのお便りの文章がちゃんと僕らには届いているじゃんそう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  <laughs> そうそうそうあのこのこの,このラジオに送ってくる人は、うん 皆さん文章がちゃんとしてるんですけどそうだよね本当に何言ってんのか分かんないお便りって全然ある、うん、余裕であるんでる余裕であるはずだよね、うん、ここには来てないけどここには来てないんですけど、うん、ねえ 何,何,何ってなるのはある <laughs> でそういう人が「セリフがうまく書けません」って言ってたらもうん <laughs> うん、そうだねっていうまず主語と述語が合ってるみたいな、うんかそういうところから始まる気がするんだけどなんかそんな感じじゃないもんね。少、うん、なくともこのね気をつけてることとかがちゃんと伝わってて、うん、いそもそも質問文としての意味も通ってるのを考えると。 やっっぱりそっちな気がすするんででよねでまああのね書いてる人は漫画のすべてを知ってるんで全然その人から見たら自然なというか32ページなら32ページに収めるんだったらもうここでこれ言わないと終わんないからっていうので入れてると思うんですが読んでる方がなんだこれっていうのは、うん でで、それとこの何でしたっけこの書き言葉みたいなことを喋ってて気持ち悪いとか架空、うん、の書く自分と関係のない口調のキャラが苦手っていうのはこ,これは多分またきれいに別の問題のような気がするので。うん そうだよ、ね、なんか気をつけてそうだからなうんこれはちょっともうどんなセリフを作ってるのか見てみたくなったよね <laughs> そうですねちょっとよ読んでみたいですよねここまで来ると逆に <laughs> 何に気持ち悪さが出たのかっていうそうだよね,う,だよねうん、うん、いやまあ多分あんま考えずに書いたらセリフめっちゃ長っていうのは 当然あると思うんですが、結構気をつけてそうです。そうだね、でもいセリフを短くすることを意識してるみたいな書いてあるからね。うん、でもさあとはさ短くしすぎてわけわかんなくなってる問題とかってあんのかな。うーんどうなんですかね。それこそちょっと絵,絵とセットで見ないと何とも言えないですよね。うん 漫画って基本的にはセリフ短くて短ければ短いほどいいような気がするんだけどね。<え>全然。絵,で絵とセリフなくて伝わるんだったらそれが一番いいじゃないですか。それに越したことはないぐらいなんだけどね。うん。まあやっぱちょっとそこはそこはやっぱもう構成の問題かもしれませんぜっていうのがう。 5回にななるんじゃないですかねあとなんかこの脇役で出てくる老人のあれこれなんかあの僕、うん、昔あのシナリオセンターの無料講座みたいなのを取っててなるほどなって思ったのが、うんうん、なんかお,お題で、えー、ちょっと詳細忘れたんですけど、うん、60歳だから65歳だからぐらいの人物が出て。 会話をするっていうので、うん、結構みんな「何々じゃ」とか書いちゃうんです十60は」は。わしは」っつってね。わしはとかって。え <laughs> でもあ,のあなたと身の回りの「60」とか「65」とかを思い浮かべてみれば分かると思うんですが方言と方言ならともかく「わしは」とかいう60歳はいないですし「何々じゃ」っていう人は多分80歳でもいないと思うんですよねっていう話をされてなるほど <laughs> っていう、うん。 そししたたららどうしたらい,いのでもまあでも絵,絵とか絵、うん、そこはそこはもう映像でその60歳の人が出てるんだからむしろ60歳の人のこう見た目とか行動とかを描いてねっていうような話だったので、ね、まあ漫画としても何かこうなんとか邪魔でいくんだったらこうすごいエルフの老人とかまで行けば大丈夫だと思うんですけど多分ど、ね。<laughs> 現代劇で60歳でじゃを言わせるとダメだよっていうのとかなので、ね、なんかもしかしたらこの脇に出てくる老人とか神様がちょっと研究しすぎててんプレを極めてしまってる可能性があるんじゃないっていうのはちょっと思いましたね。<laughs> だね。なんかもう一番シンプルなさ よくある回答だけど誰かに寄せちゃうとかありかも、ね、うんもうこの人この人だよっていうなんか自分の中でモデルを決めてこの人ならどんな言い方するかなってでもさ僕それでさ思ったけどさ例えばじゃ60代って言った時にさこの前も話したけど江上さんとか60代なんだけどさど今の江上さんなんかもな何にも行動とかも見た目も行動も わしはなんとかじゃとかいう感じじゃ全然ないしもう、うん、な何もその行動とセリフだけ抜き出したら全然変わらないのではっていう <laughs>、うん、我々とっていうだ,だとするという難しい時代だなぁとはちょっと思ったなぁ <laughs> 変わらんですよ別に <laughs> ただたまに「模様性が長くないんで」とか言うだけで <laughs> 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 それ言われても困るやつっていう模様性が長くないんでねやりたい漫画やりたいんですよね」とか言ってる人間こうどんどんね,ね 活躍できる期間が長く長くなってますからちょっと話ずれますけど、うん、会社員漫画とかって結構10年後とかきつい気がするああの、うん、全然ジャンルがきついじゃなくて、うん、今のテンプレでやってるとちょっときついんじゃないかなとは思いますけどね。価値観とか、うん ああのさ、あともう一個何々じゃあでさ気になるっていう話なんだけどさ、うん、僕が気になるのはさ、うん、むしろあの女の子の何とかだわっていうさ <laughs> あ,あれもさあのー、現実で見ないよねうん見ないですねね女の子のなん何々、うん、だわっていうまああれもテンプレセリフレセリフ, <laughs> セリフ だからなんかもしかしたらセリフはやっぱりドラマとかの実写映像の方が違和感のないあ違和感を入れるとしたらもうこの人はキャラなんでっていう前提で書いてるのは漫画より実写映像の方かもしんないですね多分今実写映像で「なんとかだわ」っていうのってなんかこうファンタジーの設定ですよこれはとかなんかこの子は。 ちょっとおかしな子ですよっていう前提で書かれてますけど漫画はギリ普通にいるかもしれないですね。<laughs> なんとかだわっていう子。ね、ちょっと気になるんだよな、ね、やっぱうんいやわかりますなんとかじゃあもうキャラでもうこの人はじゃっていうキャラなんでだったら多分全然誰も何も言わないと思うんですよ。じゃなくてなんかもうあの「じゃがナチュラルだと思って書いてると」 <laughs> ちょっと気持ち悪いって思われるんじゃないかなっていう。<laughs> そうだね、だと思います。キャラにしちゃえばね、そういうキャラ、うん。あ、そうですね。キャ作ってやってるのかもしれないし。なんかもうすごい暴論かもしれないですけど、うん、なんか自分でよくわかんないなっていうこの人が言う例えばなんか異性とか世代が離れてる人はもうそういうキャラですって。 っていう前提で書いちゃった方が逆に自然になる可能性がある, <laughs> あると思いますねうんいやセリフってさだからそういう意味ではさなんかお面白い深いなと思うのだからねこのジュースに毒が入ってるんですねっていうのもさ うん、もう矛盾を矛盾をはらんでるんだと思うんだよね説明はしなくちゃいけないが、うん、説明的であってはいけないっていう、うん、<laughs> 強力に不思議な難しいことをやってるいるよねーと思ってしまったようんまあやっぱね ほらえ演劇とかだとより説明的になるじゃないですか、うん、セリフが、ね、ちょっと表現できるものも少ないし、うん、あの観客は平面しか見れないので、うん、じゃあもう役者がしゃべるしかねえってなるからそうなるともっと <laughs>、ま ちょ絵で見せられるものは絵で見せてしまってっていうところに戻るんですかね <laughs> ルールはモノローグで説明してあと、ね、<laughs> はできるだけ絵でどうしても言いたいこととかちょっとどうしても絵で表せないものはセリフにしてくださいみたいな <laughs> そうだねだと思いますわ いやー奥深深いいいセリフ深いーいやーこ,れこれはでもこれはちょっとまた引き続きお話ししていきたいいろんな角度でちょっとまた皆さんぜひお便りやコメントでどういう風な角度で話して論点作っていくとー <laughs> ああセリフってこうやって作っていけばいいんだねみたいなところまでいつかたどり着きたいけどなー。 うん、いやでも今日の質問は本当にな何というか「いいセリフとは?」とかじゃなくてこう「うん、違和感がある」って言われるんですけどどうしたらいいですかっていうこう、うん、一番こう話しやすいあのセリフ問題の中では <laughs> 一番話しやすいラインの質問だったと思うのでまだ良かったと思いますよ <laughs> これが <laughs>「いいセリフとは何ですか?」って言われると多分人「人の数だけ答えがあります」とかそういう <laughs>。 いや本当にだから、うん、言って思ったけどリアルにすればいいわけじゃないんだと思うんだよねリアルさとはやっぱり違うんだと思うんだよ、うん、ちゃんと重複はしちゃいけないし <laughs>、ね、なるべくシンプルに <laughs> だってリアルの人は本当に「だって」とか「えー」とか「あの」とか言いますよ、うん、そ,そういうことはやっぱり 排除していかなくちゃいけないわけだしね、うん、そう。何回も同じこと言いますねリアル人の人何回も同じこと言、ね、いますなかなか,なか,なか考,えさ考えがいのある質問です、ね そうなんだセリフ深いよね。<laughs> <laughs> なんかあ,ある種さらにさ極まっていくとさ<お>リズムとかさラップとかに近いさ<ー>リズム感とか語感みたいなのも欲しくなってくるじゃんなんか。いやーそりゃそうでしょうやっぱ、ね。それが気持ちいいみたいなさ。 銀玉とかなんかさもうせりふ芸じゃんなんか掛け合いのセリフがさ <laughs> 銀玉はちょっとねもうあ,あそこまで行くと多分漫画の枠超えてセリフ芸になってくるので <laughs> あれはもうちょっと銀玉をお手本に俺もセリフ芸をやるぞとか言うと多分大事故が起きる可能性があるので <laughs>。 そうだよね。でもちょっと銀魂のセリフとか分析してみても面白いかもしれないけどね、説明セリフそんな入ってないよね、うん、きっと。あ、説明セリフはなないですね。基本的にいい、ね、あ銀魂は結構え<や>で説明。銀魂は基本的には罵り合ってるよね。うん、<laughs> そうそうそう。のり合いが長いのと <laughs> あとなんかそのう基本。 まあ、最終盤はともかく序盤中盤ぐらいまでは基本銀さんがいいこと言うための振りみたいなもんなので多分コントとか演劇の台本の方が種類としては近いと思うんですよね,ね銀玉は。なんとかなんじゃないんですかみたいなんいか <laughs> それをそのその一言を強くするためにこうてかなり丁寧に <laughs>。 私は今の事象をこう受け取ってますよっていうことをいかにその人らしく表現していくのかということか、うん、いやむずい <laughs> <laughs> まだまだ入り口に立ったばかりだ。 まあもうちょっとねこれはこれはそんなそんなスパーンと答えが出るものではないので <laughs> そうだねちょっとみんなで考えていきましょう、うん、ここはみんなの知識を総動員して、はい、集合値でどうにかしてう、ね、集合値でどうにかしていこう、うん、ねえ僕もちょっと曖昧なままにしている分野なんだよなセリフフ <laughs> <laughs> いやーだむずいっすよねやっぱ絵ですもんね。絵の方がまださ絵の演出とかはさこういう演出があってとか整理もできてきてはいいんだけどセリフの整理とかも,もほんと未着手だなで。なんかむずいのはそのセリフの整理ができたからといって <laughs> じゃあそのこういうことだからこういうセリフが作れるって理屈で作れるようなもんでもないような気が。 そうなんです何、ねか,ね、か説明ついちゃうともう多分う <laughs> このこの質問者さんが悩んでるスタート地点に戻る可能性すらありますからねすごい綺麗にセリフを分類できたとしてそ,、ね、そのそ,、ね、そのフレームで使うとなんか書き言葉みたいで気持ち悪くないとか言われる可能性が、ね、<laughs> あでもさ、うん、それで言うと。 枠組みの話で言うと少し答えがあって絵の演出で言うとさ結局さ、はい、演出って何かっていうと伝え方だからさはい、はい、自分の引き出しが多い方がいいじゃんだから僕ここでも何度もさ「大駒とかいい絵をスクショするなり、うん、何々していっぱい集めて頭に入れておくのがいいよね」って言うじゃん。セリフも結局同じことになると思うのいろいろ分類はできると思うんだけど。 最終的には自分で気に入ったものをガンガンストックしていくといいんだと思うんだよね、うんうん、アウトプットするためには結局それしかないと思ってて、うん、でそうすると多分あれがいいよ短歌集詩集,刺繍短歌集まずこれはな,なぜそういうかっていうと理屈があって<ー>まずめっちゃセリフが上手な人に聞いてみるとみんななんか詩集を読んでますっていうのがまずありますと。<ー>で 単価ね、例えば僕もそこにあなちょっと手届かのところにあったあなたのための短歌集っていうのがあって買って読んでたんだけど、うんうん、やっぱねめちゃくちゃ短い中で豊富に情報が伝わる五七五が当然選ばれてるんだよね。もうもうもう。相当短い単語の組み合わせで世界を伝える想像を深めた世界を作り上げる必要があるじゃない、うん、だから やっぱそこのあたり上手なんだと思っててもしかしたらそういう短歌俳句とかの詩集みたいなもので自分の伝え方の言葉を使った伝え方のストックを増やしておくのはなんだかんだ理屈を超えてもうそもそもなぜかできるようになっちゃうかという意味で。 ありかもししれないっていう思いました、えー、ただ全然解決しないかもしれないです。この今回のご質問に関しては。そういうことではないっていうこともあるそ,う、ね、そういう方向のお悩みじゃない可能性もあります、ね。うん、す。<laughs> まあ一旦楽しかったですという。うん セリフの話ゴールデンウィークに嬉しい話題でした <laughs> <laughs> では今日のところはそんな感じで、はい、ぜひ漫画を描く皆さんは大交流会に申し込んでほしいなと思っていて大交流会でセリフを褒め合ってほしいですね <laughs> そうだねこれは自然ですねとかでいいので <laughs> <laughs> そういう談議もしていきましょう。はい。じゃあまた次回でーす。<laughs> またねー。